はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ナクヨグ室やっていきましょう。はい、今回はソフトバンク戦です。はい。で、こっちのピッチャー、高梨弘俊選手なんですけど、去年のドラ4です。はい。で、入ってます。まあ、一応ルーキーなんですけど、まあ、このね、この企画ではもうルーキーが外れてますね。2年目なんで。よし、やっていきましょう。まあ、ちょっとね、どこまでできるかわかんないですけど、うん。まあ、こういう選手を企画で出すのも面白いかなと。まあ、いつもね、その、大谷とか、マノチとか、噂はとか、そこら辺でも、ばっかでもつまんないんで、はい。やっていきたいと思います。野手は、ま、問題ないですね。西川頑張ってもらいましょう。はい、こんな感じでいきます。よし。うん、問題ないね。よし、プロ初勝利しましょう。まあ特徴としては、高梨選手の特徴としてはやっぱストレートが武器なんじゃないかなと。140後半出るんで、まあゲーム中の能力を見ても悪いところないんですよね、別に。ただいいところもないんですよ、そういうピッチャーです。ただ今んとこね、今のところ、うん、武器もなければ弱点もないみたいな感じですね。よし、頑張ってこい。オッケー、走らせよっかな。うわ、このランキング見ると走らせたくなるよね。あと1だもんね。ただ怪我がさ、ああやめとこう、送りバントでしょ。バントしました、ナイスバン。よし、お任せで。OK、いや、どこまでいけんのかな、中田打てんのかな。絶不調で任せるけど。おい、長っち、さすが4番。ホームに送球するホークス、さらにピンチになりました。ぜひぜひ松田にはここで打ってもらいたい。対ソフトバンクってこともあるし。おい、長っち、二塁ランナー三塁も回った、サードランナーホームイン。よし、長っちです。再起ルーキー、いいね、打線爆発だね。まあ、ちょっと高梨君がね、不安はあるから、できるだけ点を取っておきたいよね。よし、おい、終わりそうだぜ、ゲッツーで。見ていけでしょ。ここは決まりました、見逃し三振です。打ってこい、インサイド打った、ナイバッチ、センター前抜けていく、サードランナーがホームに帰っていきます。早くも一巡しましたよ。空振り、ここは4点か。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね。いや、やはりね、とりあえず、てか俺どっかで登板させてたんだね、記憶いなかったけど。後々聞いてくると思いますよ。そうですよね。5回2失点で100点かな。難しいかな。打ちました、西川。アウト、ワンアウト。6点差ぐらいついたらイニングに関係なく西川は下げたいかな。オッケー、素晴らしい。2回の表、アウトコース打ちました、ショートが落下点に入ります、今宮が抑えています。ワンダウン、点取ってこうぜ。ナイバッチ、
ライトに大きな打球伸びていく、どうだどうだ、バッターランナーは2塁到達、これで三振。アウトコース打ちました、取ってツーアウトです。ツーアウト、頑張れ、打った、右中間に強い打球、これは広いな札幌ドーム。セカンドランナー、よし、バッターランナーは2塁でストップ、バッターはアップ、そらしている、大塩君ヒット1本で1点だよ。ボールを拾ってツーアウトランナー3塁、すくい上げた、しゃあないしゃあない、今宮が抑えてスリーアウトチェンジです。ちょっとね、5点差だとね1点を追加しています。5対西川下げれないな、ちょっと勇気出ないな、まあ、スリーアにしようかなと思ってるんですけど、打ちました、弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました、見逃して、返したらいいんでしょうね、引っ張った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。今のところ完璧よ。3回に入ります、7番から始まる変化球で空振りを取ります。フォアボールのランナーを出しました、うん、ワンナー、いやーヒット打ってほしいな、うん、ランナーを出すということはね、引っ張った、取りました、二塁送球、ゲッツは先で、セカンドフォースアウト、よしよし、ツーアウトランナー一塁と変わります。見逃し三振、よかったわ、向こう絶対修正してるもん、全然打てないもん、打ちました、一塁そのまま入ってアウト、まずはワンアウトを取っています、引っ張った、一塁送球、いいね、になりました、外れてフォアボール、ツーアウト、頑張れよ、よし、いや素晴らしいね、4回の表ファイター、引っ張った、高い打球ライトへ、ライトが取りました、ワンアウトです。3球目打ちました、大きな、今日陽大館すごいね、当たってんね、ライトオーバー、バッターランナー、またツーベースなの、これが今シーズン、引っ張った、高いバウンド、吉村一塁送球します、アウト、ツーアウト、初球打ち、いや全然点取れる気しないな、スリーアウトです。ランナーソフトバンク、引っ張った、取れるかな、おしまい、抑えてワンアウト、お任せ、高めのボール打ちました、詰まりながら、よし、プラス2使わせたよ、これは平凡なセンターフライ、ここはセンターが初球打ち、大きな打球、初ヒットか、この当たりはどうか、さあ通過を深く、2アウトでよかったね、バッターランナーは2塁到達、怖いのはここから崩れていきそうな気もしなくもないんだよね、よしよしよし、取りました、一塁送球、 OK、 一塁アウト、スリーアウトです。リプレイでご覧いただきましょう、まあ、まだ分からんけど5イニングは持つね。5回に入ります、ファイターズの攻撃、小宮山さん、ここからピッチングを立て直すというようなことは可能なんでしょうか。どうでしょうね、ぼちぼちも変えときな、これはバットです、三振です、今引っ張った、惜しい、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。このいや初勝利したいね、5回の裏追いかける、どこまで行けるかな、西さん中盤に差し掛かってきていますので、この辺り得点がそろそろ欲しいですよね、うん、もうそろそろね得点しないとね、まずいです。
ですよ。終盤までこのままではいけないですよ。そうですよね。変えるか、変えてやろうかこの野郎。ここでファイターズ守備を変えてきました。定位置お任せ。ここで使ってきたか。打ちました。痛烈な打球、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、まあ守りやすくなったよ。コーチャー剣使おう。1点。8番バッター細川、バントないべ。4点差だよ。ないだろう。やられたら嫌だけどね。ここでコーチアウトコース打ちました。ショートが構えます。取ってワンアウトです。ワンアウトランナー一塁となります。オッケー、決まりました。中田が掴んでツーアウト。ツーアウトランナー一塁。変化、よし、ここまでなんとかなったぞ。大川が余計なことするから。6回投げ切ってくれればいいけどな。行かせよう。引っ張った。全然打てなくなっちゃった。一塁そのまま入ってアウト。よし、右中間に大きな打球。これはどうか。右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。打ちました。ケイ。センターへ抜ける。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ナイスラン。ファイターズ。3番バッター。打ちました。ああ、最悪だ。セカンドが取る。二塁アウト。華麗だな。うまいな。今日はこん。西川お疲れ、よくやった。いけるべ、西川いなくても大丈夫だべ。多分確認しています。ここでファイターズ守備を変えてきました。バッターボックスは2番中村。このイニングラスト。打ちました。中田が抑えています。ワンアウト。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。これで5試合連続安打。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。まあ、フォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。よく見ました。チャンスメイクです。頑張れ。怖いな、怖すぎるわ。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。打席には、よし、杉谷が変えよう。スリーアウトです。リプレイでご覧いただきましょう。ランナーお疲れ。ホークス得点はありませんでした。120点あげる。さあ誰行こうか。ああ、どうしようかな。まあ宮西、増井、谷本は完璧の流れだと思うんだけど、点差を考えたら他の選手も見たいんだよね。川田行こうかな。今スタミナないよ向こう。ゼフ長でも強く振れば、当たれば飛んでくんじゃない。ランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、
余分な神経を使いますからね。お任せ。ライト方向を流しました。よし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 。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。打ってこい。ノーアウトランナー三塁二塁で。引っ張った。取りました。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。ワンアウトランナー三塁二塁です。今日は守備で。打ちました。うわ。しかしファーストライナー。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。ここは当然。バッターボックスは。いや、カーターには大野くっつけたいんだよな。サードゴロに倒れています。じゃあ大野で。よしよしよし。ボールを与えました。これで2アウト満塁。ここは見逃した。いや、欲しかったけどな、しょうがないね。3アウトチェンジ。ソフトバンクホークスラグリリーフ高梨お疲れ、素晴らしかったです。今ファイターズビッグ吉村西さん、まだ3回あります。インサイド詰まりながらも左中間へ上がりすぎました。オーケー、掴んでワンアウト。アウトコース打ちました。オーケー。しかしファーストライナー引っ張った。一塁送球。一塁。いいんじゃないですか。スリーアウトです。反撃。もう1イニング。カーターで。ゲーム。間違えた。よし。塁出ろ。ナイバッチ、いいね。これで4試合連続安打。バッターも送りバント送ります。キャッチャーが取る。一塁送球、アウト。ワンアウト、送りバント成功です。打った、いいね。レフト下がっていく。完璧の流れじゃなかったですか、これ。送りバントしてからちゃんと点を決めるっていう、素晴らしいです。バッターは4番中田。引っ張った。中田ダメだな。一塁送球します。まあ絶不調だしね。ツーアウトランナー2塁。打ちました。入った。上がった。これはどうか。あ、惜しい。いや、札幌ドーム本当広い。セカンドランナーホームイン。いいね。打順は6番。落ちろ。いや、大塩くんはね、ちょっと頑張ってもらいたいんだよね。結構使い続けてるんですけど。守備交代。サード近藤、松田お疲れ、素晴らしかったんじゃないですかね、仕事としては。ショート飯山、あ、飯山出しちゃって大丈夫かな。大丈夫かな。これいきます。今ここでファイターズ守備を変えてきました。本田が入ります。三遊間抜けていきます。これで4試合連続。絶対走らせねえぞ。あれ、加藤さん、川田さん、イニングまたぎは嫌いかい。俺は嫌いだよ。チャンスに打てず三振です。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。満塁かよ。これでマルチヒット、ワンアウト満塁です。セカンド掴んでアウト。ここで声をかけました。さあ、稲葉しましょう。
なんでカーターちょっと嬉しそうな顔してるんだよ。かっこいいぞ。よし、カーターお疲れ。最後はそうだね、森内。代打、ああ、小屋の出して市川に変え、いや、いいや、このままいきます。大野と市川、今回はお休みということで。大野じゃねえや、市川と小屋のか。次は何回やってこい。うまい。ファイターズ。よし。バッターは吉村。バッター、この当たりはどうか。おや、これでマルチヒット。いや大丈夫大丈夫。ランナー一塁です。ビハインドではありますが、つないで、ストライク中心に。ていうか森内初登板か。ずっと入れてはいたんだけどな。ワンアウトランナー一塁となりました。ビハインドではありますが、つないで流れを変えたい場面。マッチ。アウトコース打ちました。今のどうなんだ、小屋野とか松田だったら取れたのかな。やっぱ近藤の守備力の低さみたいなのが目立ったのかな。まあ、下手ではないと思うんだけどね。 OK。 うん、やりました。岡のでんぐり返しの1失点だけでしたね。敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えは4打点すごい。ああなるほどね。いや高梨でも良かったんじゃないかい今日は。ていうか俺札幌ドームって言ってたけど、これ福岡じゃないかな。これ福岡じゃないかな。これ福岡だよね。俺ずっと札幌ドームって言ってたよね。福岡だね。けど俺は撮り直さないよ。こういう恥ずかしい動画もねすぐ出してっから。今若干俺のメガネは曇ってっから、汗で。はい、すいません。お高梨おめでとう。よし、次、そうだね、残ってんのが西武、オリックス、ロッテが残ってんのか。8、待ってよ、ここ最後取ろう。10月1日のロッテ戦取りましょう。でそうなったら西武オリックスが残るのか。うん、この8月の末28、29、30のどっかの、西武戦次取ろうかなと思います。で西武取って、ここら辺のオリックス取って、最後ロッテっていう感じでいきます。でそれ終わってクライマックス多分いけると思うんで、クライマックスいきます。はい、次は、28日29、30どっかの西武戦。はい、そんじゃ今回はここで終わります。